こんにちは、リンパケアトレーナーの木村由美です。皆さん、顔のたるみも気になりますけれども、左右の目の大きさの違いとか、あるいは顔のアンバランス気になったりしませんか？今回は頭もすっきりして、そして顔のバランス整える、そういったケアをご紹介します。